撮影何回目16ですか、ね、だいぶだな、だいぶ1年始まるなって感じですよ。慣れは慣れましたけどゴルフやる、やるっすよ。あ、マジやろう。いよいよ湘南ゴルフあるからやろう。誘ってください。どれぐらい？100いかないぐらい、100切らないぐらい。ちょうどいいぐらいだし。あ、そうそう、みんなそんぐらいで聞いたんで。うまい順に言うと山本プロ、長きトップアマー、アマチュア町の凡人山田がベストコースで今、まあ、山本プロだけ一人抜けてます。ベスト74だったかな。部屋にパターマットとか置いてるので時間あるときは遊んでますよ。部屋でね、はい。それで強い顔です。そうです。頑張ってください、ニンコ。これどっちが先に連絡したんですか、湘南に決まって。あれ、いつだっけ、飯食う前俺も行くって決まってたっけ。コース君はもう湘南に俺行くって決まってて、俺がオフシーズンにご飯誘ったんですよ。大阪行く気あったんで、ついでに飯食わしてくれって。お金なかったし。好き。俺はまた一緒にサッカーしたかったんで、またできたらいいっすねみたいな、ちょっとこう話してたんですよ。そしたら4日後ぐらいに話があって。まさかな。まさかな。びっくりしました。俺大卒ちょうど1年目だったんですよ。で、コウスケ君なんか別に尖ってたっていうかツンツンしてたんで、怖いってわけじゃなかったですけど、なんかあんまり深く入れなかったですけど、たまに福岡とか行ってましたもんね。俺ついてて行ってましたもん、ね、あ、そう、なんか福岡にね、なんか試合終わりとかも飯行ってましたね。行ってましたよね。多分俺覚えてないけど、多分行ってたっす。なんかパフェ3人でつまんだっす。あ、福岡でな。違います。あれ真面目語、真面目語って言ってんの。ちょっと視線上気味の。全員取るんだ。若干上気味。バリエーション2つっすよね。あ、うん。フリーコード2つ。カメラの、カメラ位置。あ、考えた。オッケーです。俺、これと、うん、これとこれなんで。これも、あの、決まりがあるから。え、これ、入ってる入ってる。あ、てか、なんかあります。これ、キャメル。Sim, sim, 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 tenho. Uma coisa que me surpreendeu aqui quando ficou tipo mais tempo aqui foi tipo a ver crianças sozinho andar na rua. Eu uma vez estava no comboio e encontrou duas crianças de 5, 6 anos. Entrou sozinho, sem pais. Para mim é a primeira vez a ver isso, porque isso também lá em Portugal nunca vi, tipo, as crianças andar para a escola, voltar para casa sozinho sem os pais. E eu fico muito surpreso. Então, isso, o que que isso queria dizer? Isso queria dizer que o país é muito seguro. Ah, aí tive um pouco dificuldade, porque eu não estou muito habituado de comer as coisas tipo estranhas, porque eu como mais coisas do meu país, como, porque em Portugal muitas vezes eu como comida da Nigéria, porque eu consigo, sempre tenho comidas da África lá em Portugal. Então aqui quando eu cheguei a primeira vez não estava fácil, porque eu já estou muito habituado a comer as coisas que eu conheço, então eu não consegui habituar, e eu tento agora, mas consegui alguma coisa, tipo aquela espaguete com, chama daramo, não sei, com sidame, eu gosto de daramo, foi a única comida japonesa que eu consegui
consegui provar e gostou. Mas o resto está ainda difícil para mim, para habituar. Mas eu acho que com o tempo pode depois ganhar tipo, habituar de comer comida japonesa. オフの時とかに、まあ、買い物行ったり、あとなんやろうな、まあ、キャンプしたいんですけどね、まだ叶えられてないですね。そういう話あんましてないですけど、今 YouTube 見てめっちゃ勉強中ですね。伊豆の主釣りっていうめちゃくちゃなんていうんですかね、ただお酒飲んでるアホな YouTube なんですけど、アホって言った人ですね。めちゃくちゃ僕からすれば憧れの YouTube ですね。ソロキャンプやりたいですか？まずはで、できたらやっぱ家族とかも一緒に行って楽しませてあげれれば、まあ、今子供がちっちゃいんで、まあ、一緒に行くのはちょっと難しいんで、もうちょっと大きくなればそういうなんていうんですかね、遊び方もいろいろ教えてあげれればなと思ってますね。いやでもケツが長いよ。オフはアメリカ旅行行ってました。一番のメインはバスケの試合見に行くことで、うん、まあ、あとはブラブラ観光したりして、小さい頃は興味なかったんですけど、高校生になって自分の学校の部活が結構強くて、それで興味を持ち始めてから NBA にすごいのめり込んでいきました。参考になるかどうか分かんないですけど、でも彼らのメンタリティの部分とか、やっぱりあっちで生で見て、ワンプレーに対してすごい罵声も浴びせられますし、そういう中でも次のプレーにはもうみんなを魅了するようなプレーをしてて、やっぱりこうやり返してるという強い気持ち、そういう姿勢は見習うところだなと思って見てたりはします。真面目だな。僕沖縄行ってました。京都までゴルフしに行きました。スコア131ぐらいでした。いやもう本当に行かないでくれ。年一の俺より下手だ。去年それこそ俺もそうですけど、まさきとか立川かとかが同じ時期に始めたんで多くなりましたね、一気に。みんな下手なんです。みんな一緒っす。え、大橋ぐらい、みんな。みんな俺ぐらいです。あ、ちょっと自信になるわそれ。いやまだ全然いける。拓也くんそうでもないっす、わかんないっすけど。これ110か120の間の。いや変わんない。130と一緒にすんね。可愛さ出てるわ、あざといな。あざといっす。あざとくないやろ別に。指示されてもやってんねん。正面キモいな俺顔。ちょ、これどうすか、これ。これが自分の持ってるかっこいいらしいんですよ。違う。これがかっこいいと思ってるんですよ。その通りやったけど、かっこよくなかったよね。下上見せてそのかっこいい。これがかっこいいらしいんですよ、こいつにとって。これの方がいいんじゃない。まあいいわ、どれでも。かっこよくない？ワールドカップの時の多分モデルっすね。あ、そうなの。よっ、イケメン。よっ、イケメン。胸板が。午後は何をされてるんですか？体力に余裕あるときはゴルフの打ちっぱなしだ。たまにですけど、体力に余裕があってちょっとこう体もうちょい動かしたいなみたいなときちょっとあるんで、そういうときは、まあ、気分転換にもなるんで、行ったりしてますね。じゃあオフはゴルフに行かれてるんですか？オフは結構行きますね。チームメイトは？あそこの大先輩と。 J リーガーの中で一番上手いと思います。これ本当に冗談抜きで。あまりっくりです。